シャチブリメは、甲骨魚砂の分類群の一つ。シャチブリ海地下のみで構成され、四族のもとに十二、または十三種を含む。所属する魚類の多くは、深海魚である。シャチブリメの魚類はすべて海水魚で、カリブ海から大西洋東部、インド洋から西部太平洋、およびパナマコスタリカ沖の東部太平洋に分布する。ほとんどの種は、深海の海底付近に生息する。 低制魚である。日本近海からはこれまでに六種が知られ、底引き網などで稀に漁獲される。シャチブリメの魚類は、底だらや銀ザメの仲間に似た、シリスボミの細長い体型を持つ。頭部は大きく、丸みを帯び、最大で全長2メートルに達する。体は全体的に柔らかく、特に糞はゼラチン質でブヨブヨしており、英語名。 ジェリーノスフィッシュの由来となっている。ヒレにトゲ状を持たない。背びれの規定は短く、軟状は3から13本。腹器は喉に位置し、制御では1本のヒレ状が糸状に細長く伸びる。尾ヒレは対化的で、氷紋シャチブリ属以外では長い尻びれと連続する。尻びれの軟状は70本以上。骨格の大半は軟骨で構成され。 エラ情骨は7本。シャチブリ目は単独でシャチブリ上目ア,アテリアアッポドモーファを構成する。シャチブリ科はかつて赤マンボウ目に含められ、裸イワシ目とも近い関係にあることが指摘されていた。しかし、2000年代以降に実施された多くの分子系統解析は、シャチブリ類は他のすべてのニオテリアス隊の姉妹群であることを示唆している。シャチブリ。 日本の太平洋岸から東、シナ海にかけて分布する、モ門シャチブリ属の一種の液神標本、シャチブリカアテリアアッポデデイには、ネルソンの体系において4属十二、または13種が認められているが、本家の分類には、不確実な部分が多く、さらなる検討が必要とされている。中心予中期の地層から、磁石の化石が見つかっている。加害通りは、解剖学的特徴。 DNA 分析などを用い、アテリアパスシュレンゲリー、田辺シャチブリエータナベンシス及び紫シャチブリエー、パーパーリアスの3種はいずれもシャチブリエージャポーニカスのシノニムであると認めた。一方で、カガによってシャチブリ属の新種として、白口シャチブリアテリアパスイーデンテタスが記載されている。またアテリアパスナタレンシスもエージャポーニカスのシノニムであるとカガにより認められた。 ありがとうございます。